長らくお待たせいたしました。これより火龍誕生祭のメインギフトゲーム造物主たちの決闘の決勝を始めたいと思います。進行および審判はサウザンドアイズの専属ジャッジでおなじみ。そういや白夜叉、黒ウサギのミニスカート見えそうで見えねえってのはどういう了見だ。チラリズムなんて趣味が古すぎだぜ。ふん、恩師ほどの男が真の芸術を下せんとは。何？芸術とはすなわち未知なるものへの斧が想像力、神秘なるものへの飽くなき探求心。そう、何者にも勝る芸術とは斧が宇宙の中にある。斧が宇宙の中だと？それは乙女のスカートの中も同じこと。見えてしまえばただの下品な下着たちも、見えなければ芸術だ。見えなければ芸術か。今こそ共に確かめようぞ、この世に奇跡が起こる瞬間をな。白夜叉、見るな、バカが映る。まったく、もうすぐ春日部さんのゲームが始まるっていうのに。